皆さんこんにちは、神谷でございます。今日は4月の3日でございますね。お元気でいらっしゃいますでしょうか。今日はちょっとアップするのがこの時間になってしまいましたけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。私はですね、今日はちょっと花粉がだいぶひどいかなと思っていて、ちょっと外に出てたんですけど、まあなかなかパンチのある風が吹いておりまして、なんかもう目にもとにかく触らないようにして、なるべくこう刺激をしないようにそーっと、暮らす、そんな感じでございますね。本当になんか今年から本格的に花粉症になってしまったんだなと実感できる、そんな一日、今日の陽気はそんな感じでございました。だいぶ飛んでますねこれね。もう今本当洗車するタイミングとかも本当難しくって、なんか洗ったもうすぐその後からですね、いろんな粉、絶対あれ花粉だけじゃないと思うんですけど、まあいろんな粉がねついて、もうすぐね、文字が書けるぐらいになってしまうという、そんな感じでございますけれどもね。ですね、今日は、4月の16日に、セッションを予定しておりまして、そんなのをちょっとお話ししようかなと思います。と言いますのも、まだねセッションが、まあ、要はコロナ禍ずっとお休みしてたじゃないですか。でもともとね、私ね、配信ライブやるきっかけとなったのは、まずは、私の生徒さんたちに、歌う場をなんか提供したいっていうのがそもそも始まりで、セッションを始めたと。そうこうしてるうちにコロナ禍になってしまって、セッションをお休みしていて、で皆さんに毎回ねセッションでお集まりの皆さんとこうだんだんねこう仲間になっていくわけじゃないですか。なのに、皆様にお会いできないというね、ライブもなかったのでお会いできないというそんな日々が続いておりましたので、私も健太も元気でやってますよみたいなのを配信するために配信ライブっていうのを始めたわけですね。生存確認を生存確認配信だったのがそもそものきっかけでございました。なので、私のそのねルーム317の配信っていうのはFacebook ライブが主だった配信の場所となっておりまして、それがなんかメインになっているのはですね、セッションに来られる方が Facebook 利用者が多かったからなんですね。はい、なのでそれで始めたと。でまあせっかくやるんだったらインスタライブとかツイキャスとかやりましょうよって言って、まあ、それで付属してこう3つから配信するようになったっていうのがきっかけだったんですね。なのでまたねコロナもちょっと落ち着いてきたねっていうことで、セッションを再開いたしまして、まあせっかく再開するのでいろんな人になんか参加してもらいたいなと思って、結構幅広く声をかけたらねいろんな人に来ていただけて、前はギター1本でみたいな感じでやっていたんですけれども、前回はね、ギター2本そして、ベーシストが2人、それからドラマーとビートボックスね、そんな感じでフルメンバーすごいいい感じでできたのですごい良かったなと思って、であれなんですよ、参加してくださったボーカルの方もですね、やっぱりバンドねちゃんとドラマーがいてとかそういうバンド形式で やれるといいよねっていう曲がやっぱ歌うとだいぶねこう違う感じになってすごく良かったっていう風におっしゃっていただいて、まあその代わり結構な人数いらしたので、それでできれば3曲回したかったんですよね、1人ね、だったんで、もうとにかく間髪入れずどんどん次々に14時から18時まで、休憩なしでノンストップで特会引っかえ演奏をしていたと。まあ健太くんがねもう大変でしたよね、一番頑張ってくれたと思いますけれども、でもそんな中駆け抜けまして楽しい、時間を過ごさせていただきまして、そんなのをまたじゃあ4月の16日に
またやろうということで、久しぶりのねセッションとなります。でやっぱ生徒さんもですねこうあじゃあセッションでこの曲を歌うからっていうことで、まあ、3曲ね、まあ、また今回も回せたら回したいなと思っていて、で3曲用意しましょうっていう、そのうちの1曲は新しいトライで、あとの2曲は今までやった曲で歌いたいものっていう感じでね、皆さんほとんどの人が用意されてるんですけれども、そんななんかちょっと目標があるので、なんかそれに向かって例えばなんかダイエットとかですねなんか何着てこうかなとか、なんかそういう感じでこうやる気が起きていって、生活に張りが出てきたらこれねまたいい感じかななんて思ったりとかしてるんですけれどもね。はい。で、まあ、今回も3曲ずつということで、今回 の、 あのセッションも行きますっていう方、あなんでねあの事前に行きますっていう方をね募ってるかというと、ね、やっぱりねその短時間で無駄なく事故なく全ての曲をやりたいっていうことですね。事前にもう歌う曲の資料をですねいただいてるんですね。でその、 いただいた中で、まあ、こういう組み合わせやったらいいんじゃないかみたいなのをなんか振り分けてもう下ごしらえしておいてるわけなんですよ。なので参加される、ね、ホストのミュージシャンの皆さんにはもう事前にこう資料が行き渡っている状態でやるので、まあ、そんなに譜面の説明とかですね行き方の説明だとかそういうなんかこうともするとね複雑な曲だとちょっと事故になりやすい曲も、ちょっと難なくできるみたいな、そんな感じで、やっております。で今回もですねもう本当にたくさんの方もう今10人以上ですね来てくださる方もう決まってるんですけれども、で、ね、3曲ずつまたこう選んで、ね、何を歌おうかなみたいな、そんな感じでなってるんですけれども、まあ、やっぱりとはいえですねとはいえやっぱセッションとなると、まあ、こうやって私のにお歌を習っている方だと、まあ、こうやって譜面だったりとか、 なんか音源だったりとかっていうなんか仕込みとかがありでできるので、いろんな、ね、今までやった曲とかも何でも歌える感じではあるんですけれども、なかなか外のセッションに行くとそうも言ってられないというか、やっぱりなるべく事故を未然に防ぎたいっていうのはやっぱありますでしょ。なので、まあ、皆さん参加される方には皆さん、言ってるんですけれども、まあ、ちょっとなるべくこうみんなが知っていて仕掛けとかもそんなになくて、仕掛けっていうのは、まあ、ここで止まるとかブレイクがあってここに決めがありますよとか、あとここに四分の二拍子が4分の4拍子の曲なんだけどここの小節だけ四分の二なんですよねとか、ここの小節だけ8小節じゃなくて7小節で B 行くんですよねとか、そういうトリッキーな仕掛けですね。そういうものがない曲をなるべく持っていくといいですよっていうことと、まあ、あんまりえげつないキーというか、割とこう簡単に演奏ができるキーで人に優しいキーで持ってった方がいいですよとかですね、あとはお持ちになる譜面が見やすいとやっぱりいいですよっていうことはね再三申し上げております。まあ、大体が譜面でこう解決できる問題だったりとかするじゃないですか。なので、まあ、譜面が例えばですねなんかこれ歌本コピーしてきましたみたいなやつだと、なんか巻物のように反物のように長い譜面をお持ちになる方とかいらっしゃるわけですね。あとこれ譜面ですって言ってピアノで弾いてみようみたいなやつ、ピアノ弾き語り譜面みたいなやつで玉譜が掛譜になってるやつでコードが書いていないとかですね、そういうものになってくると演奏者みんなコードを見ながら演奏しておりますので、そういうんだとちょっとなかなか難しいかなっていうのがあります。で例えば健太くんっていうのは本当に
もうこのね、あのコロナ禍でスタートしたルーム317で、リクエストライブをやるというね、過酷な状況に追い込まれ、私のわがままをすべて、聞いてこの3年間過ごしてきてくれたので、まあ本当にいろんな曲をパッと調べてパッと演奏する、まあ、それも例えばですね、毎晩毎晩ケントスでずっと演奏し続けてきたっていうこともやっぱり功を奏してですね、もう R&B、ソウルね、有名なソウルの曲で知らない曲はないんじゃないかっていうぐらい、全て熟知しておりますし、あと、まあ、日本の曲でもちょっとこう調べればね、すぐパッと聞いて、あ、こういう感じっていうんだったら弾ける状態になっているので、いろんな曲を皆さん歌うことができるんですけども、正直言ってこれは稀です。これケンタだからできることでありまして、なかなかこういろんなものができる、オールマイティにできるっていう人意外に少ないんですね。なのでやっぱまあ、大体ジャズのね、ジャズ系のセッション行ったらおそらくスタンダードナンバーでしょうし、そうじゃないセッションに行ったらそうじゃない曲もあるんでしょうけれども、なんか大体あれですよね、こう曲が曲のメニューみたいなのがあって、この中だったらできますよみたいな、そういうやり方もあるらしいですね。私もちょっとそんなに自分はセッションをこうやって開催するくせに人のセッションにあまり行かないのでよく分かってないんですけれども、でもまあおそらくこうバンドでこう固まったね、もの大体こういうものだったらできますよって、その中から選んで歌うっていう形式もあるみたいなんですけれども、まあまあなるべくですね、もちろん私の生徒さん以外の方の、ご出演も大歓迎なんですけれども、まあ、ちょっと人に優しい譜面などをお持ちになって4月16日六本木リアルリーバスにお越しいただければと思います。ありがとうございます。